にちは、ユアーズです。ユアーズに新型ベゼルが納車されました。ユアーズでは車のドレスアップパーツの開発販売を行っています。今回納車となった新型ベゼル、開発者として購入しました。これからどんどん皆さんに喜んでもらえるような商品を開発していきます。今日はその前にベゼルがどんな車なのかチェックしたいと思います。2回目登場、カメラマンの山さんです。こんにちは、カメラマンの山です。ちょっとどいてもらっていいですか。あ、いいですね。どうですか、新型ベゼルは。取り替えがある車ですね。はい、じゃあ紹介していきます。フロントがこんな感じですね。やはり何といってもこの特徴的なグリルがいいですよね。好き嫌いはね、まあ分かれると思いますけど、僕はとても好きですね。ここですね、フロントグリルのところのトリコロール、ここちょっと印象的ですね。ちょっとおしゃれ感があっていいと思います。真ん中見てください。ホンダのロゴは EHEV なので青になっています。では光り方のチェックをしていきましょう。エンジンお願いします。エンジンをつけるとデイライトがつきます。ウインカーお願いします。反対お願いします。ハザードお願いします。ヘッドライトつけてください。ヘッドライトつけたらこんな感じですね。フォグランプお願いします。すべて LED 仕様となっています。写真撮ってた山さんが何かに気がついたっていうことで、ちょっと写真撮ってたら思ったんですけど、ヘッドライトのちょっと端っこにプラスチックが挟まってて、ちょっと何の役に立つのか分かんないんですけど、分かる方いたら教えてください。サイドから見るとこんな感じですね。全長が4330ですね。はい、175センチの男性が寝そべるとこんな感じになります。高さですね、高さが175センチの男性と比べるとこんな感じですね。実際に見ると大きく見えますよね。コンパクト SUV っていうよりもミドル SUV のような雰囲気を感じます。そして見てください、この下の赤いライン、このラインがね、サイドビューを引き締めますよね。タイヤの部分ですね、18インチですね。そしてこのミラーですね、ミラーにはサイド補助用のミニサブミラーがついているんですね。はい、リアビュー見てみましょう。とてもスタイリッシュなデザインですね。テールランプがつながるデザインになっているのが特徴的ですね。リアコンビネーションランプが透明なのもプレイの特徴。他のグレードは赤ということです。光り方見ていきます。ブレーキ踏んでください。ブレーキを踏むとこんな感じですね。バック入れてみましょう。バックお願いします。バックランプは豆球のようですね。ウィンカーつけてみましょう。ウィンカーつけたらこんな感じですね。反対お願いします。ハザードお願いします。ヘッドライトつけてみましょう。お願いします。ヘッドライトをつけるとこのコンビネーションランプが横一文字で光ると、かっこいいですね。ではドアを開けてみましょう。このグレージュカラーがいいですね。おしゃれ感ありますよね。よく触れるところはソフトパッドになっています。シートはメイン部分にグレーのファブリック、そしてシートサイドにグレージュカラーのプライススムースをあしらったコンビシートを標準装備しています。ハンドルやシフトレバー周りにはオレンジのアクセントカラー、遊び心ありますよね。気になったのがこのあれですね、風の出具合なんですけど、こちらが直接で上が間接的にそよ風のような感じになるんですね。改良されてていい感じですね。
9インチのホンダコネクトディスプレイが標準装備。エアコンパネルはダイヤル式。回した時のカチカチ音がいいですね。左右に USB 充電、左は急速充電となっています。センターコンソールはもうペットボトルが軽く入る2本ですね。で、サッパーもついてるので取れないですよね。で、肘置きいきますね。センターコンソールボックス開けてみます。ちょっとした結構広いんで、ちょっとしたものは入れられるので重宝します。エンジンをかけてメーターのデザイン見ましょう。右側に自発光式のスピードメーター、左側にはマルチインフォメーションディスプレイとなっています。はい、では後部座席見ていきます。さあ、男2人でちょっと乗り込んでみようと思います。男2人で乗り込んでも結構足元にも全然余裕がありますよね。そうですね、結構ゆったりされてます。ここ吹き出し口が後ろにもあると、このクラスにはちょっと珍しいかなっていうふうに思います。そしてこの下には小物入れですね。この雑誌を入れたりするとこの横のとこですね、ここに見てください、ここスマートフォンとかを入れられるんですね。そう、こういうふうに入れて、ここ充電ですね、下のこの USB のとつないで、充電ができるということですね。これもう両方ついてるから嬉しいですよね。この真ん中の肘置きですね、こういうふうに出てきます。はい、下ろしてください。で、ここで止まらずドンと降りてしまうと、これがあんまりよろしくないっていうふうにみんな言ってますけども、実際こう見てみるとね、こう結構しっかりしてるんで、まあこれはこれでいいのかなっていうふうに思いました。はい、で、後ろの座席の特徴的なのが、座席を動かすことができると。座席を上げると結構広いスペースができます。荷物を置くのにいいですよね、これだけスペースがあったら。一番の特徴といえばこの天井が開くっていうことでしょうか。全部開けていきます。まず運転席側、天井が開きました。すごい開放感ですね。これ天井一面パノラマルーフで開きました。空が見えます。そして山さんは寝そべってます。どうですか、空が見えるって。夜になると結構暗いところに行ったら星が見えて綺麗かもしれないですね。ではラゲッジ見ていきましょう。ラゲッジスペースはこれぐらいの広さですね。十分な広さがあると思います。で、シートを倒すこともできて、はい、175センチの男性が一人寝転べるぐらいのスペースが出来上がりました。これ上開くんでね、夜空を見上げるみたいなのもね、すごい絶対いいですよね。この山さんが今入れようとしているこれ、ちょっと入れてみます。何でしょう。もう販売はしているんですけど、弊社開発のラゲッジマットです。ラゲッジにぴったり入る、専用で作っているので本当にぴったり形通りの商品ですね。荷物を入れるときに車に傷をつけたくない方、ぜひおすすめの商品です。ラゲッジマットよろしくお願いします。ということで新型ベゼル紹介してきましたが、どうでしたか。やはりこの車いろいろ、おしゃれで遊び心があっていい車だと思いました。ユアーズでは新型ベゼルのアクセサリーパーツを開発していきます。これはどこで買えるんですか。楽天、ヤフーショッピング、アマゾン、au ペイマーケット、あとユアーズのダイレクトショップでも販売されます。新商品のチェックをぜひお願いします。グッドボタンとチャンネル登録もお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。最後になんですけど、弊社もいろんなものを開発しているんですけど、もしお客様でこういうものがあったらいいなと思うものがあれば、コメント欄に投稿お願いいたします。
忍法、メガネも残し噛んだ。